コリンホードはアメリカ合衆国の俳優、声優である。テレビドラマ、スーパーナチュラルで子供時代のサム・ウィンチェスターを演じたことで知られる。1996年9月12日にアメリカのテネシー州ナッシュビルに生まれた。子供の頃からカメラに映ることが好きだったという。このことが俳優の道に進む一員となった。4歳の時、広告のモデルを始めた。歳の時、 映画、メラニーワイク、に出演した。その後も低予算映画に出演し、俳優としての経験を積んでいった。2004年には映画、ザワークザグローリーにおいて、マシュー・スティードを演じた。翌年には、ブラッド・ピットとアンジェリー・ナ・ジョリーと共に、雑誌、W の広告写真に起用された。このことで知名度は上昇し、ドラマ、ヤング・スーパーマンへの出演につながった。 学業については、男女共学で、米国製公会系のキャンベルホール校に進学した。そこには、幸せへの奇跡で共演したエルファニングも通っていた。現在、通信制の進学校である、オークス・クリスチャン・オンライン高校での学習を続けている。2019年10月より、ネットフリックスオリジナルドラマ、デイ・ブレイク世界が終わったその先デイにおいて、主演を務めている。 ありがとうございます。